はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。サブチャンネルなんですけども、沖縄から帰ってまいりました。 C さん、 C さん、そうそう。で、久しぶりだよね、食レポすんのね。ほんと久しぶりですね。まあ今ね、1個行ってダメだったんだけどね。死にてー。それでこちら、これね、ツイッターですごい話題だったの。なんか肉がとにかく大量に入ってるゴリゴリバーガーっていうのがあるらしくて、そう、これ六本木駅から4、5分だったよね、歩いてね。はい。で、そうですね、ゴリゴリバーガーちょっとじゃあ行ってみたいと思います。ゴリゴリバーガー、名前がいいよね。肉を堪能バーガーあるぞ。肉を堪能バーガー、これじゃない？あ、すごい、これすごいな。ゴリゴリバーガー 540g。 ちょっとすごそう。いいと思います。すごい、すごい。これちょっと注文しよう。はい。これとベーコンエッグゴリゴリバーガー。あ、それがいいです。これにする？はい。じゃあこれ、フィッシュ、これね。はい。フィッシュも行く？はい、お願いします。行こう、行こう。楽しいな、なんか。じゃあ乾杯。お疲れ様です。お疲れ。いただきます。いや、美味しい。いや、美味しい、美味しいですね、これ。これ超飲みやすいね、これ。美味しいです、これ。いいわ、ちょっと甘いですね。ね、こちらですね。うわ、すごい、すごいよね。マジですごい。 540g 入ってまして、肉だけで。そこにチーズが全部あって、これね、普通のハンバーガーの大きさと比較する。これは普通のハンバーガーを刺すやつ。刺すって意味があんまない。すごいでしょ、これ。すごい。これもすごいですね。すごいよ、お前。俺じゃん、外羽がこうなって俺が二人いるみたいな。プライベートでめっちゃさ、行くじゃん。ハンバーガーですか？ハンバーガーめっちゃ行くじゃん。行きますね。いや、ことあるごとに行くじゃん。昼でも夜でも。こういうでかいバー、俺が食べるときどうやって食べてんのってツイッターですごい聞かれんの。はい。こういう、その紙が配られるんだよね、でかいところ、そのハンバーガー出すところに行くと。これを、そのこれこう挟んで、うわ、すごい。あ、いいわ。こういうことなんですよ。すごくない？これをこう食っていくわけよ。うわ、こんなんもすごいでしょ。絶対美味しい。これをもう、あのね、この口の周りの油とか気にせず行くっていうのがね、ハンバーガー。いただきます。うわ、もうこれ幸せだわ。おいしい。あ、これはおいしいわ。ゴリゴリバーガー開演。映画、映画開演なんですか。いや、このなんか普通のそのパティよりもなんかその何、ちょっと粗いんだよね、その肉がゴツゴツしてる感じが、なんかゴリゴリバーガーなんかゆえんなんだって。おいしい。もうおいしいわ。ビールいいわ。この分厚さないからね、普通に。はよ外れちゃいますなあ。540g のゴリゴリバーガーは何がいいかって、野菜入ってない。これ素晴らしい。これが春のなんとかビール。いや、もう春がすごい。わかんないけど春がすごかったな、今。見てる人18歳から24歳。それこそサブちゃんは本当に年齢層が高いから、はい、本当にね、あのこれを食べてビール飲める年代の方も多いと思うんですけど、まあ、見てる、もし高校生とかいたら、まあ、この大学生活あるよって。受験勉強頑張ってって思うよね。大学生とか社会人、まあ、高校卒業して社会人になる人もいるし、大学生になる人もいるけど、このハンバーガーあるの。俺ハンバーガーが一番なんかその高校から大学になって変わった食事だもん。ハンバーガーでさ、はい、この薄さからさ、これになるっていう。いや、思わない。確かにそうですね、うん、すごい。ハンバーガーって変わるよね。薄いハンバーガーしか知らないですね。そう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 。大好き。
美味しい。めちゃめちゃ美味しいね。人生に残るぐらい美味しいです。え、俺が今までずっとハンバーガーの中でも美味しい方。はい、もう一番一番かい。ゴリゴリバーガー行ったんですけど、あの1個ですごい満足できたもん。はい、いや、本当に美味しかったです。さすがに。